宮川村は岐阜県吉木郡にあった村である。2004年に吉木郡の四町村で合併して東となった。岐阜県北部、日田高地の北部に位置した。村の中央を南北に流れる宮川が村名の由来である。東西は山地で、集落は川沿いの貸し団球場に形成されている。村南部の宮川流路に沿って、あと津川断層が通過しており、 断層上に位置するニコイ高原には池が原出源がある。村北西部を流れる万波川上流には万波高原と呼ばれる標高1000メートルの平坦地が広がり大根の産地として知られる。高速道路一般国道主要地報道一般県道林道下に出ら発電所岐阜県内の大多数の地域をまかなう電気事業者は中部電力であり、 同村の旧坂上村の地域も中部電力であるものの旧坂下村の地域は北陸電力となっている。これは1925年8月に運用を開始した富山県内郡細入村カニテラの日本電力カニテラ発電所と大きく関係している。1923年10月頃に工事が始まった際工事用動力としてカニテラ地区から打法地区へ引用し、 これを万波地区以外の各地区へも順次供給し、工事終了後に送電線を現在の北陸電力へ提供したためである。ありがとうございます。